どうも、ミニチュブです。さあ、このアルミテープチューン、当初はですね、私ミニチュブ内の動画の中のコメントをいただいた方がですね、じゃあ次はアルミテープをチャレンジしてみてはということがきっかけで始まったわけなんですが、昨日の動画をご覧の通り、もうベタベタとアルミテープ貼っております。他にもですね、3M のアルミテープって結構じゃないな、まあ安くはないですよね。まあそれ買った分ぐらいは車の質がですね、まあ 2% から 3% ぐらいアップしますよというコメントもいただいたこともあり、今に至っているわけですが、やはりオカルトと決めつけて最初からまあ否定するのではなく、まあ疑いながらもやってみてから評価しようということで、約半年前と昨日動画を上げさせてもらった動画ですねを合わせた正直な私の感想をですね言います。前の動画では、よりマイルドになったとか、まあ、そういうニュアンスで喋っていたんですけども、今やですね、一言で申し上げると走りやすくなったという事実ですね。まあ確かな証拠、まあエビデンスっていうんですかね、英語で、まあ、血が出たら恥ずかしいんですけど、まあ、これは本当、まだやってない方とか、まあ、視聴者さんいる方、これやってみる価値は十分あるのではないかとミニチュブは思います。じゃあどこなんだよと言われると、なかなか感想としては難しいんですが、自分が毎日乗っている車ございますよね。それがちょっと変化があると気づきませんか。先日、NGK のプラチナ最強プラグ取り付け間違いでも、まあ、違うプラグを取り付けても明らかな違いがあった、まあそういうところな、感覚的なところですね、が全然変わりました。まあ、これは個人の感想ってまた言わなきゃいけないかもしれないんですが、本当に、あ、変わったなって分かるアルミテープチューブだと私は思います。まあどんだけ放電してくれてるんだよって思いますね。すごい放電しまくってるんでしょうね。続きやるとグレード F ミニチュブでした。いや、最近暑いですが、皆さん体調に気をつけてお過ごしください。どうも最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。さて、次はどの動画をご視聴されますか？チャンネル登録はこちらをクリック、またはひょっとこをクリック。グッド、お願いします。またのご視聴お待ちしております。